している通り、まあ、カラバッチョ、ラトゥール、ミレー、モロ、ルドンなんですが、まあ、カラバッチョ、ラトゥール、ミレーみんな実は近年なんですね、 再発見というかね。でただ改めて、いろいろ今まで紹介した画家も含めてですね、作家をいろいろ見てみると、ずっとその生前から評価があって、亡くなった後も評価が落ちずに、また近年もまたまた評価が上がっている作家って、ずっと評価がある作家って実は極めて少ないですね。まあ名画入門でもね、50人の作家を取り上げてますけど、それこそレオナルド・ダ・ヴィンチ、ラファエロとかね、あと、レンブラント、ルーベンス、ベラスケス、で本当にそのあたりですかね。例えばフェルメールなどはね、今本当に日本で人気が高いけど、亡くなって本当にここに300年近く忘れられていたわけでね、20世紀になってからも評価が高まっているとか、実はこの美術史をね、いろいろ振り返ると発見の歴史なんですよね。でその時代時代で、評価が変わってくると、まあ、次回ね、印象派とかその次にまたゴッホなども紹介しますけど、有名な話でね、ゴッホなども生前1点しか売れなくて、亡くなってからっていう話がね、まあ、出てきますけれども、まあ、印象派にしたって、その同時代によっては、最初はほとんど売れなかったので、買い見られなかったわけでね。まあ、いわばまず発見、最評価の歴史ということが言えると思いますね。その中でも本当にこのカラバッチョ、ラトゥールは、まさに近代の画家と言ってもいいくらいでね。改めて辿っていくと、そういうことが結構あります。で実は最初にですね、ここにアール・ブルトとは何かって書いているんですけれども、ちょうど今うちこの銀座と、あと立川にね、倉庫の一部をギャラリーにして、3年前からやっている場所があるんですが、そこで、アール・ブルトっていう切り口でいろんな記録をやっています。でよくアール・ブルトって聞いたことあります？ないかな。結構ね、これからね、いろいろな耳にすることがあると思うんですけれども、アール・ブリュットっていう動きも本当に近年というか改めて見直されているというか、これから のアートを見るときに結構キーワードでね、出てくると思いますので、ちょっともう発見の歴史と合わせてね、今日最初にアール・ブリュットとは何かっていうのをちょっと紹介しておきたいと思います。で今いろいろ言われているアール・ブリュット、で今立川でやってるこのアール・ブリュットはですね、いわばその障害者の施設などで、絵を描いたり何か造形をしたり している人たちが結構多摩エリアに結構そういう場所、そういう人たちが多いものですから、ね、そういった地元の人たちに協力いただきながら、そういう方々の展示してるんですけれども、日本でですね、そのアール・ブリュットっていうと、その障害者アートみたいな、切り口で言われることが実は多いんです。もちろんそういうこともあるんですけれども、アール・ブリュットイコール障害者アートではなくて、それは実は一部でですね。で、アール・ブリュットの本質的なところって実は、ここに書いてあることなんです。でよく、じゃあアール・ブリュットとは何かっていうときに、端的に一言で言うとすればということでですね、正規の美術教育を受けていない人と、で前回アカデミズムの、ね、話をしましたけれども、日本でも芸大美大などでまずそのアカデミックなことを一つベースとして学ぶんですが、そういったことは一切関係ないということで、ここにこのジャン・デュビュッフェっていう人がですね、フランスの20世紀を代表する巨匠の一人なんですけど、この人が提唱した考え方で、フランス語でね、これアール・ブリュットっていう、アールはアートですよね。でブリュットっていうのはこれ生のっていう意味で、ワインなどでブリュットってね、使うんですけど、で、デュビュッフェがワインの、卸問屋の息子だったということで、デュビュッフェがね、そのブリュットっていうのをなんかイメージとして使ったようなんですけど、翻訳するとね、生の芸術っていう。デュビュッフェが、残している言葉で、端的に一言で言うとっていうことでですね、
この自然発生的でかつ強力に発明的な性格を持った作品と、慣習的に芸術と呼ばれるものや紋切り型の文化の影響をほとんど受けていなくて、職業的芸術界とは無縁の人々の手になる作品と、で、いわばそういうアカデミックな教育を受けていない。であとその、たびたび今日も出てきますし、たびたびこの名画のいろんな作家でもよく出てくるんですけれども、やっぱり何かの影響ってみんな受けるわけですよね。で例えばピカソなどでも本当にこの人は模倣の天才っていうか小説の天才と言われたぐらいで、実は本当にいいとこ取りじゃないけど、でそれによっても学ぶわけですよね。ですけども本当にそういったもので一切無縁で、独創って言いますか、もう自分の中から出てくるもの、何の影響も受けない、しかも教育も受けない、何の影響も受けない、自分の中から出てくるものっていうのが実は感情的に芸術と言われているものや文系型の文化の影響をほとんど受けていない、まさに無縁の人々の。で実はその芸術家っていうとね、まさにそのアカデミックな教育を受けて、有名でね、先生みたいな立場の人が芸術家みたいな言われることが多いんですけれども、実はそういったことは一切関係ないところに非常に魅力のある作品が多いなということに、ジブヘ自身もそのアカデミックなことをきちっとやってた人ですから、逆にそういうアカデミズムの中にいればいるほど、むしろそういったところとは縁のない人の方が作品の方が非常に魅力があるな。ピカソなんかもむしろそういうものをずっと求めてた人ですよね。こういう中に例えば子供の絵とか、子供の絵って最初子供が人間が生まれて最初にやることって、言葉を発するか絵を描くか、わけわかんないけど何か描くみたいなね、ところがみんなあると思うんですけど、それがだんだん教育を受けることで、絵はこう描かなければいけないみたいな方向に行くわけですけれども、そうじゃない、もう本当に純粋に自分が、点一つでも何か色一つでも、何かを表現するって、それでそこに何か純粋な美しさがあるとかね、魅力があるとかっていうことがですね出てきていて、そこに実はその、障害者であるとか知的障害とかね、そういった人たちの作品に何かそういう純粋なピュアなものを感じると、日本だと例えば山下清とかね、ああいう人がいましたけれども、近年改めて実はこの動きがですね大きなムーブになろうと今してるんですね。で特に今東京オリンピックパラリンピックに向けて、パラリンピックで、障害者 のスポーツがありますけれども、オリンピック憲章の中に、そういうスポーツだけではなくて、文化もね、発信しようっていうのが あって、実は前回のロンドンオリンピックの時、かなりロンドンやイギリス全土でね、文化イベントも行われていたんですけど、日本でも多分これからオリンピックに向けてそういうさまざまな文化イベントが行われる中で、この障害者や福祉関係からのアートの発信ということで、かなり国や東京都の方から支援がつくということで、かなりそういった動きもこれから出てくると思います。ただそこの部分と、アールブリュットを実は一緒に捉えようという人も実はいるんですけど、そうじゃないということを分けた上で、そういった見ていただくとより深まってくるかなと思いますね。たまたまちょっとそういう今ゴールデンウィークに立川でやってるものですからね。でしかも、おそらくこれからですね、21世紀、令和時代のアートの大きな現代アートの次のですね、ムーブメントが実はこのアールブリュットっていう動きの中にこれから出てくると思うのでね、でこの言葉とか本質的なところを知っておくと、これからいろんな企画の時に見る楽しみになると思いますね。それではですね、カラバッチオからですね、
で実はカラバッチオっていう画家はですね、あの、まあ、イタリアの、16世紀の17世紀の画家なんですが、亡くなってから実はずっと忘れられていました。本当にそれがですね、20世紀になってから改めて光が当たっていると。でこの人は実はね、38歳で亡くなってるんですけれども、殺人者、殺人してるんですね。で人殺したっていうこともあって、まあ、そういう面でいろいろそのカラバッチョの絵を見るときに、なかなかもう今の我々から見るとそういう先入観で、まあ、合わせて見るわけなんですが、それが非常にその作品とその彼の人生と足跡とですね、重ねてみると非常に何か劇的な、またドラマチックなイメージでね、私たちは、まあ、見ることになるんですね。で実はカラバッチョ、最初イタリアのミラノで修行して、まあ、ローマで、まあ、絵を、まあ、生前かなり人気が高かった人です。で、まあ、ミラノで修行して、その後ローマに渡って、まあ、ローマで人気があったんですね。結構、まあ、宗教画とかね、神話画とか、まあ、注文を受けて、まあ、絵が売れてたんですが、注文を受けて絵を描くと、それで納めると、そうするとお金が入ってくるんですね。で2週間ぐらいで絵を描いてお金が入ってくると、2、3ヶ月ぐらいは遊んで暮らせるらしくてですね、お金が入ってくるともう仲間引き連れてね、居酒屋に行ったり賭博所に行ったり売春宿に行ったりしても遊んでたと。そういうのを繰り返している中で人情沙汰があったりですね、でついには殺人を犯してしまうということがありました。それで実はそのミラノからでローマで活躍してたんですけど、その後殺人事件を起こして逃亡するんです。それがその後ナポリへ行き、でナポリでまた仕事をして、またその後マルタ島へ行き、で最後は実はナポリで亡くなるんですけれども、ですから今カラバッチョの作品っていうのは大体、まあ、ローマの美術館か、あと、まあ、ナポリとかマルタ島の、まあ、教会とかですね、そこでしか見ることができない。逆にそれが非常に貴重なものなんですね。ですから非常にこういう光と影の闇のコントラストの強烈な描写で、見る人の引きつける魅力があるんですけれども、こういう絵の内容と殺人を犯してこういう逃亡したと。しかもこの逃亡先がまさにイタリアの南のね、非常に風光明媚な土地で、土地土地で絵を描いてはまたその後また逃亡してと、で最後はナポリでも38歳で亡くなると、そういう人生といろいろ重ねてみると、なんかドラマチックなね、なんか一幕のドラマにもなりそうな劇的な人生を送った人なんですね。 で最後のナポリで亡くなるんですけれども、ですから実はカラバッチョ今年日本で展覧会やるみたいですね、ただ東京には来ないんで、北海道って述べたのかな、大阪 ですけど、なかなかね、それカルバッチョ展作品を日本で見ることはないです。日本の美術館にもないですしね、それこそイタリアの、しかもまたこういう場所でね、土地土地でカルバッチョの絵を見るとまた深い意味があるのかなと思いますね。で、カルバッチョがですね、なぜ亡くなった後忘れられたのか。で結局前回前々回でも話をしたと思うんですけど、どういう作家がその名前を残すかっていう時に、もちろん絵がもちろんいいことは大前提なんですけど、その弟子がいるとかね、工房があるとか、結局弟子がいるとその先生を検証してこれ素晴らしい先生がいたっていうことを記録として残されていくし、またあとレンブラントとかルーベンスみたいなね、工房結構注文が入ってくると、一人ではなかなか対応できないんだけど、工房で、弟子たちを使って注文に応じて、今対応せざるという形で注文絵を描いていく。でそれがいろんなところで見ることができるので、数が
残されて知られていくということも実はその巨匠が巨匠として名を残していく一つの条件にもなってるんですけど、そういうのが一切なくて、しかも、もう自分一人でやってそういった殺人まで犯してしまったことで実は捨てられてしまったんですが、ですね、この人を発見したのがですね、ロベルト・ロンギっていう美術史家が実はそのカルバッチョを発見してます。20世紀ですね。でまさにカルバッチョがなぜ19世紀後半から20世紀にかけてですね再発見されたかっていうと、まさに近代ということがあるんです。例えばこの聖パウロの改新というのが、ロベルト・ロンギがですねこれすごいということで発見した、カルバッチョの代表作なんですけど、いわば神話に出てくる話なんですけどね。今これ馬から、聖パウロが振り落とされて、振り落とされてこうやって仰向けになってるんですけど、その瞬間に旗と悟ったというかね、まさに改心したと、何かこれだっていうのが発見があったっていう場面を書いています。でこれがですね非常にこの光と闇のコントラストが、いわばその外観的な光の表現だけではなくて、非常にそのパウロの内面まで描いていると。でよく特にカラバッチョやラトゥール結構光を効果的に使ってますし、レンブラントにしてもね、フェルメールにしてもそうですし、あるいはその、近代の画家もみんな光を追求するんですが、特にこの時代における光はですね、むしろその光イコール神様みたいなところがあって、まさに光によってね、神から与えられた何か発見があるっていうようなところがあるんです。でこのカルバッチョの同時代の作家も、それ以前の作家もこの聖パウロの改心をテーマにした作品があるんですけれども、他の作家の絵はですねどちらかというとそのあるパターン化したというかね、別にある意味これかなり劇的でそのある個性というものが見えるんだけれど、同時代の作家の作品というのはですね、あまりこれ個性感じないんです。むしろ一つの形スタイル、前回そのダビッドの人骨神古典が理想形という話をしましたけど、それに遡るこの時代の多くの画家がある理想的な聖パウロの描き方、理想的なキリストの描き方にのっとった作品が多いので、非常にこれがある意味でちょっと個性が強くてですね、その同時代的にはなかなか、逆に異端視されている。それがやはりその19世紀後半以降、どちらかというと近代絵画というのは個性の時代になってくるわけですね。その人間性とか、属性とかね、その代表がゴッホなどだと思うんですけれども、その時代の見方で改めて遡ってカルバッチョを見たときに、いやこれはもう近代に先駆けた個性的な画家だということで、まさにカルバッチョは実は近代画家なんです。そういうところでカルバッチョという存在が浮上してきたと、再発見があったということなんですね。で、もしかそれのきっかけになったのはこの聖パウロの改心という作品。そしてメガ入門で取り上げているのがこのゴリアテの首を持つダビデという作品なんですが、実は何ていうかね、書かれていて、こちらの作品をメガネの方で実は紹介してるんですけれども、これ同じ題材なんですけどね、ゴリアテの首を持つダビデ。それで、これ何を書いてるか、これダビデってこれイスラエルの王様で、ゴリアテというのは巨人なんです。これ、聖書に出てくるテーマとしてよく出てくる物語なんですけれども、要は王様が巨人を退治するという物語で、弱者が強者を倒すという言い伝えを作品にしているものなんですが、
さあここにですね、自分を重ねてるんですね。で、ある意味で、若き日の自分が、これ実はこの絵はですね、最後にナポリで描いて、この絵を描いた後に実は亡くなっているので、晩年な、38歳なんだけど、最後っていうか晩年の絵なんです。で、実は最後にカラバッチョは、自分で自分を成敗する。若き自分が、その後の自分を成敗をすると。で、ある意味で後悔というか、懺悔のことも含めた、実は作品としてこの作品のテーマを描いているわけですね。で、この作品も非常にその光をうまく効果的に活かしながら、何か自分ある意味で自画像なんですけどね、非常に自分自身の後悔や懺悔の念をうまく闇から光、光から闇のですね、まさに自分自身の人生を重ねて描くと。で、この絵を描いた後に、実は亡くなってます。病気で亡くなってるんですが、非常にそのカルバッチョの人生を振り返り、その絵の流れを改めて見たときに、これらの絵の、意味が逆に深く見えてくるかなと。で、実はそのこちらの絵をですね、メガニモの方で取り上げたのも実は意味がありまして、これがね、ボルゲーゼ美術館、ローマにあるボルゲーゼ美術館に実はあります。で、このボルゲーゼっていう人が実際にいた方でですね、ボルゲーゼっていうのがその枢機卿という立場で恩赦特権を持つ人だったですか。その話を聞くと、実は、カラバッチョはその恩赦特権を持つボルゲーゼに自分の首を差し出すと、これで何とかしてくれっていうことが重ねていたんじゃないかな。ですからそれをボルゲーゼに寄贈してるわけですよね。で、それが今ボルゲーゼ美術館で実はこの絵は見ることができます。で、こちらの絵はちょっと別の美術館にあるんですけれども、多分そういったことがカラバッチョの中でも出てきたのか、改めてそれを重ねてみると、ね、非常にそのカラバッチョの劇的な人生も含めて重ねても見ることができますね。それで実はカラバッチョがですね、発見されたことでもっと実は大きな発見がありました。実はそのカラバッチョ、今ですね、カラバッチョ派っていうことで、カラバッチョの影響を受けたと思われる画家が、非常にその後の西洋美術のね、大きなベースを作ってきたっていうのが見えてきたところがあるんですけれども、20世紀になってからカラバッチョが発見されたことで、改めてこのカラバッチョ派としてですね、光が当たってるのが実はレンブラントであり、フェルメール、ルーベンスとかですね、この後のラトゥールもそうなんですけど、さっきそのレンブラントやルーベンスは生前からずっと評価高いって話をしましたけど、改めて実はこういう作家の画家たちもカラバッチョに実は影響を受けたんじゃないかっていうのが、20世紀以降出てきてます。で、これがそれによって逆にカラバッチョの凄さっていうのがより一層見えてきたと。で、それまでは多分17世紀、18世紀、19世紀まではですね、レンブラントはレンブラント、ルーベンスはルーベンスという形で紹介されてたと思うんですけれども、そのルーツをたどるとカラバッチョという方がいたんだっていうのがですね、まさにカラバッチョ派ということでね、今評価が逆にこういった作家たちの影響ということで、逆にカラバッチョの評価もすごく上がっていると。で、結局そのカラバッチョの絵をカラバッチョ派と言いましたけども、別にその、カラバッチョを信奉するっていうことで言ってるわけではなくて、これ以降17世紀、18世紀、19世紀という時代においてはですね、イタリアに学ぶというか、イタリア留学っていうのは
まあ、ある意味でエリートなんですね。ですから、みんなですね、その時代のエリートの画家たちはみんな、まあ、イタリアに学びに行ってるわけなんですが、そこでおそらくカラバッチョの作品に触れる、あるいはカラバッチョに影響を受けた、カラバッチョ派と言われている画家たちの絵に触れて、自国に持ち帰ってそれをまた普及するということが起きていました。それが改めて、まあ、この20世紀になってからの発見があったということなんですね。ですから改めてそういう目で見るとレンブラントとしてフェルメールにしてもかなりそのカラバッチョとの関連性というものが実は見えてきているところがありますね。で、まあ、カラバッチョにこういう作品もあって、先ほどの神話が宗教画以外でもこういった、まあ、風俗画ですよね。これなんかも非常にその光を効果的に生かしながら、うん、まあ、これ、まあ、トランプの、賭博をやってる場面、まあ、いわばその、まあ、お互いに、まあ、心理戦というかね、駆け引きをしているような場面だと思うんですけど、まあ、そこに詐欺師の後ろで何か指示をしている場面なんですが、非常にその光と闇の、いわゆる 外観的なその光の表現ということだけではなくて、それに人間の内面性とか、ね、それぞれここに登場している人たちの心理まで描き出して、なかなかこの時代においてこれだけの絵を描く人は他にいなかったですね。でこういう作品などもかなり実はフェルメールやラトゥールなんかにも影響を与えているなと思います。で、まあ、こういう、トカゲに噛まれた少年、結構ね、これカルバッチョの作品っていうのはかなり自分自身を描いているところもあって、かなり自分重ねたね、肖像画や風俗画を描くんですけれども、これなんかも非常にこの個性豊かな、なかなかこの時代においてここまで個性を持って描く画家ってそう他にいません。普通にこういう絵を見るとカルバッチョ その、まあ、人間盗撮力というかね、というのを改めて感じるところがありますね。で今年そうですね、秋口くらいからかな、カルバッチョというか巡回があるので、多分いろんなところで話題になると思います。ですからこういうね、本当に巨匠たちの実はルーツはカラバッチョっていうところが、カラバッチョの凄さですね。で、次に、ジョルジュ・ラトゥール。